まこなこです。2024年7月の25日にドラクエウォーク新たなアップデートがあって、今回は危ない水着イベント24ということで開催されましたので、まずはイベントの方の概要を述べつつ、早く福引きガチャも引きたいということで、このあたりやっていきたいと思います。また最後にドラクエ10の今回登場するセラフィーとのムービー一つ見てもらって、終わりにの締めの言葉を言って終えたいと思います。それでは早速見ていきましょう。まずイベントの方でもうこのストーリークエストを追加されてますので、まず1から3やってもらって、2つ目をクリアする段階で強敵が登場、また3つ目は今回のメガモンスターにもなっている敵が出てきますので、そのあたり確認してみてください。そして今右下の方にあるイベントのところを見てもらうと、このように何かしらまたプラスアルファもらえるものが出てきます。水着の福引きガチャも用意されてますので、このあたりいろいろと達成を目指してみてください。このあたりビンゴになっていて、3つ達成するとまたプラスアルファでこの下の方ジェムがもらえたり、そして途中からメガモンスターに対して耐性があったりダメージ与えられたりと、戦いの方でプラスアルファもありますので、メガモンスターでがっつりやる方は早めにこのあたりクリアするのも良いかと思います。特にアイテム系はなく、一番上にある全てコンプリートをした場合のこのアイテム星4の呪文 HP 回復効果プラス 2% があるぐらいです。なので当然上のアイテム欲しいと思いますので、がっつりやってもらうのはいいんですが、もし無理であるならね、多少諦めてもいいのかなという気はします。あとで8月8日2週間後にまた追加公開されますので、だいたい2週間もあればこの中に書いてるぐらいはある程度達成できるんじゃないでしょうか。左上のお礼を使用、ここはちゃんと他のキャラクター、スケットとかで呼んだ際にハートマークをしてもらうとか、そのあたりやっていくと良いかと思います。まあ実を言うと私まだ一回もやったことないんでね、よくわかっていませんですけれども。そして上の方、強敵討伐、ここでレベルの調整できますので、最初レベル1からスタートして戦っていくことにどんどん上がっていくんですが、もしもう一発で倒せなくなったみたいなことがあったら、ちょっと下げてやっていくというのもいいかもしれません。とりあえず行けるところまで行って戦いが長引くようであれば、ここでレベル調整やって遊んでいきましょう。レベル上がるごとに様々な報酬もあったり、またポイント数によってこのような報酬があったりします。特にポイントで注目すべきものが今パッと見て、まあ置物がある程度か、他これといったものないので、まあ無理にガッツリやらなくてもね、もしくは普通に歩いてる最中に勝手に倒してもらってポイント貯まるぐらいの感覚で良いかと思います。あと初回レベル達成することによって、こちらもアイテムもいくつか達成してるので、ちょっと暗くなってますけれども、ジェムがあったりとか、とはいえジェム50とかかなりしょっぱい数字になってます。ここも何かアクセサリーがあるとかそういうものはありませんので、一番下レベル20まで行くと調合があるのみ、特にこのアイテム必要ないんであれば低いレベルでガンガン数こなして心集めるぐらいで良いのかなと思います。そして右上このくじは7月29日、今25で4日後ぐらいからスタートとなりますので、またそのタイミングで改めて確認をしましょう。そしてもう一つ、今回追加されたものとしては、馬車クエストが追加されてます。これで勇者が仲間になるようになりますので、ドラクエ3リウォークで活躍した。両手剣持たせることできますので、そのあたりの錬成のためのポイント稼ぐ、経験値稼ぐためにやってみたり、そしてレベルはドラクエ3リウォークのレベル引き継いでますので、例えばこの左下馬車選んでもらって、こちら側私48までしか上がってないので、このレベル48のままになってます。50までがっつり上げた方はね、50と反映されてると思います。装備品しょっぱいものしか装備してませんけど、どんな体験というものも装備してますね。これ使うかどうかお好みで、様々な効果あって、ほぼほぼリウォークの時に行ったような時々褒美とか、また勇気とか、絆の一撃、HP 回復、味方をしながら一発当てるというような技があったりと、このあたりの使い勝手は、リボークと同じような感じになります。当然、もう強いキャラクターを育てている方は必要ないんですが、まだまだやり始めの方は、このあたりうまく戦闘中の作戦から入れ替えを行ってもらって、この勇者をうまく活用してみてください。レベル50まで上げれば、かなり強くなると思いますので、この真珠の装備品もちゃんと忘れずにやってもらって、
レベル48の段階でも HP が1000超えてますので、このあたり必ずね、あまりやってない方、新規の方は、ここら辺はちゃんと確認していい装備を与えても良いかと思います。だけれども、ストーリークエストとかでは、こちら側出せませんので、馬車のキャラクター。そこだけは注意が必要です。では、今回の福引きガチャ引く前に、直前にドラクエの日、このイベント絡みの福引きガチャ、終わりになったタイミングで、いくつか残っていたもの、引いたものをまず見ていただいて、その後に今回の福引きガチャ、危ない水着24、やっていきたいと思います。今現在2024年7月の22日なのですが、あと数日でいくつかの福引きガチャが終わってしまうということで、ちょっとこれを今のタイミング先に引いといて、別途また動画作った際にね、こちらの方載せていこうかと思います。まあ2つほど10連ずつなので、ちゃっちゃとやってしまいましょう。ドラクエの日記念装備福引き。最後の方でもらえた配布分10連1回分。もうすでにフルセット揃ってるので、この結果がどうなろうと、あまり関係はないが、最後を締めくくるにふさわしい結果になっても、良いんだよということで、5つ目、見ていきましょう。これ1つ目、2つ目、最後の最後に体験出てるからね、気分的にはもう楽なんだよね、自分はね。さて、ドラクエの日3、ドラクエ3結構楽しみましたわ、リウォーク。最後は何になるか、ルーンバックラ。どうですか、ドラクエの日。あまり最後は締まりがなくというような感じになってます。だけれども私はもう全ての装備品一式揃えてますので、この点は良かった。こちら側10連分マイレージ変えておいたので、こちら側引いて、これが最後来てくれればね、もうドラクエ3リウォークをやりきった感じになるんだけれども、流れ星一つ。ん、最初からこれ虹箱ある？そしてもう一個追加。一応、体下はあるので、まあ、それだけでもね、いいのかなという気がするけど、まあ、装備品に関しては、体は上と下がないと、見た目的にあまりパッとしないので、できれば、上か、もしくは、武器かとなります。それ以外、過去の武器でもいいのがあれば、来てくれればありがたい。王者の盾、これはそこまで良くないかなといったところ。さて、6つ目、7つ目、8つ目、まあ、次のね、福引きガチャも気になりますけど、今回こちら側も、パッと来ないものだけれども、まあ、よしとしましょう。見た目装備的には使えそうな感じがします。ゲーム通式、同重視、コートした、キラーマシン2の略だそうですけれども。いやー、ここはでもね、本来であれば来てほしいような気はしたけどね、まあ、しょうがない。なんとかこの武器手に入れて、また、レベル上げを楽にできたらなと思ってます。今後もまた引く機会あると思いますので、期限はこちらは8月13日まで、あと2週間もありますので、また機会があれば引いていきたいと思います。それでは、福引き見ていきましょうか。もう先に言っておくと、私は多分出るまで引くと思います。ここだけはもう言っておこうかなと。今回、登場するのは回復系ということで、私は回復系、あまり整ってないので、ここでちゃんと一つ手に入れて、回復も十分にして、こうなると、もう強い武器、レベラギ用の武器、そして呪文系などが整うので、このあたり狙っていきたい。また、ドラクエ10やってる身からするとね、今回登場したセラフィーは、ここまで思い入れはないんだけど、やたらドラクエ10では人気の高いキャラクターなので、バレンタインイベントで常に上位来るようなね、キャラクターなので、まあ、このあたりどうなるか、取れるかどうかね。頭装備か、とりあえずこの武器はもう確実に取るので、この後、今回で全部はやりませんけれども、最後、直近までね、最終日の直近まで、なんとか頑張って引いて、それで無理ならばジェム投入しようかと思います。さて、これだけではなくて、こちら側、水着も、過去の装備品の水着系、また武器もこのように用意されてるそうなので、だけど、この手の水着絡みはね、ちょっと自分使えないんですよね。なんでかというと、結構ファミリー層が多い地域に住んでるので、もしスマホの画面で水着の女の子のキャラクターが映し出されようものなら、多分、通報されるなっていうね。それぐらい危ないような状況になりますので、この危ない水着、仮に手に入れても装備はなかなか厳しい。だけれども、とりあえず、
過去の装備品で、この立ち葵がそれなりに強いみたいなね、話は聞いてるので、イオ系で全体攻撃ということで 440%。これは悪くない。そして一撃で葬り去ることもあるみたいなね、こともあるので。またもう一個、このダンシングロッドでいいのかな？これじゃないか。何かしら、無知系で強いものがあるという、この魅惑のリボン。これも強いというようなドルマ系。なので、弱点を狙った戦いするんであればね、このあたりも狙っていきたいと思ってます。さて、それでは見ていきましょうか。まずは、今回この今見てもらった危ない水着の過去のもの。これを1500円で1回引けるというものが用意されているので、これだけは引こうかなと。だけどこれは1000円で3回ぐらい引けるのかなとね、思ってたけど、1回しか引けないので、もうこれで出るか出ないかで、とはいえ何かしら1個は出ると思います。100% の確率見てもらうと、7% で武器。だけどその他も 6% で軒並み出てくるので、まあ、これはもう、武器とか防具は弱いものの見た目プラスアルファで引いてしまってもいいのかなということで、1500ジェム。ちなみに今現在のジェムの数字、ちょっと直近1万円入れて、13万までいってます。無償も12万いったので、200連までいってもね、耐えられるような数字になりました。ここは優勝の1500円。いきましょう。まあ、何でもいいんで。だけど、まあ武器もいいけど、まあ、装備品で見た目いい感じのところが来るんであればね、フラミチは来てくれる。ゲベ心でやってきた。そして、一個だけか。複数来てくれれば面白いんだけど、できればもう体の方は上と下揃いたいんでね。そうじゃないとあんまりいい感じに設定できないので、当然他の武装で賄う手もあるけど、この手の水着系だと合わせるの難しいんじゃないかなっていうね。今7つ目、8つ目。さて何が来るか。これは多分一番良くないものが来たという感じになってますね。なんか一番古くの武装になっている。見た目的にも面白くないし、武器としての性能も一番良くないというものがピンポイントで来てしまった。どうしてこうなったみたいなところになってますけど、1500円でこれかっていうね、マヒア動画使えるとかあるんだけれども、多分今では実用的にはならないんでしょうということで、いや、これ1000円かける3回ぐらいあればよかったんだけど、残念ということで、多分こっち側、下の方に関しては、チケットが多分、10連1回分はもらえるんじゃないかなと思うので、その時また出ればといったところ。いずれにせよ、通報されずに済みそうかなということだけはね、そこだけは安心できるのかなと思います。それでは、いよいよ、セラフィー迎えに行きましょうか。このサマーメモリー、夏の渚のベホマラー、セラフィーがベホマラー使えるのかというね、そもそも論ありますけれども、まず、優勝1000円分。あ、その前にちゃんと確率を確認しましょう。これだけはちゃんとやっとかないと。7% で通常時は 0.5% かける4なので 2% の確率で今回の武装が来る。そして今回クリフトの正常というものと、あとは清風の杖、ちょっと細かくわかりませんけど、クリフトの正常の方は回復系だと思うので、まあ、仮にそちら側が来ても良いのかなと。もう一個の方は多分さらに古いものだと思うので、使い道は乏しいかと思います。さて、で、もう一回こちら側、確定の方。まあ、とはいえ、こちら側、まあ、全部で 28% ぐらい、今回の武装。それで 7% だから、15分の1とか14分の1ぐらい。厳しいけれども、引いていきましょう。まず1000円。投入しましょう。空が寂しいが、空道が来てくれた。2つ来てるね。なんだろう、全く流れ星流れずみたいな感じだったけど。こんなこともあるのか。二つ目。三つ目。もう杖来たら即座にもうやめます。まあ、とりあえず今回の2000円もう一回はね、やる予定ですけど。杖が来たらもう他は諦める。というかそもそも、興味がないというね。ところもあるので、何が来るか。まあ、これじゃないね。大きい魔術師ローブした。最近、ようやくなんか出始めたかなっていうね。
私も長く遊んできたのかなっていうね、ちょうど3ヶ月とちょっと遊んでいます。さて最後何来るか見ていきましょう。あー上か、まあまあまあ、こうなると下欲しいなっていうね、上下セットで揃えたいような気がするが、当然お目当ては水着ではない。うん、というわけでちょっと内容見ましょうか。まあ、ここで見るよりかは一つ前の画面で戻ってみた方が見やすい。宿系の耐性とかバギーの耐性、自分 HP 回復効果 5%、 また特定の職業とタレかな、これはタレで 2%、 特定の職業で 1% などなどとなってます。回復系の装備多分持ってないので、まあ、それだけでもね、これ来ただけでもありがたいのかなと。プラス 5%、 さらにプラスアルファ。さて次2000円、今度こそと思うが、まあ、これはなかなかね、来るような 7% はちょっと厳しいかなっていう気がするので、流れ星全く流れないね。うん、最後の1個のみ、2つ目とはいえね、船道が来ないからといって出ないわけじゃないので、ここら辺は常に 7% ぐらいの割合、一番最後に関しては。さてそろそろだと思うけど見ていきましょうか。杖が出ればおしまいだが、杖っぽい武装は出たけど、雷神の槍これではない。あー、初のジェム投入となりそうな予感。とりあえずここからマイレージでいきましょう。当面はマイレージでやっていこうかと思います。これ一番上と一つ下、これ間違いないように、一番上の24って書いてある方が今回のものとなってます。とりあえず10連2回、ここでとっとと出てくれれば増馬装備の方行きたかったんだけど、ちょっと厳しいか。他のねセレクションの方が面白ければね、興味深いものであればよかったんだけど、今回はそうでもなさそうなので、あまり引く楽しみがね、もう確定で来ないと話にならない。やっていきましょう。セラフィー、自分のねキャラクターはもうドラクエ10の X 君スタイルといって、ドラクエ10の戦士装備で普段やってるので、もうそのセラフィーとね、ドラクエ10に出てくるセラフィーと一緒に画面に映したいなという気がするんだけれども、クリフトの瞬間服下、これも多分HP 回復効果プラスアルファあると思うので悪くはないと思います。あとは全部通常の宝箱だったはず。さて次この10連で決まってくれればと思うけど、 0.5% はそんなに甘くない、基本は出ない確率だと思ってます。うんともすんとも言いそうにないけど、虹箱一つ、新しい武装が何でもいいんで来れば、それはそれでね、嬉しいので、3つ目。4つ目、次見ていきましょう。何が入ってる、雷神の槍。いや、なんか確率、本当にこれ、雷神の槍、確率、かなり低いでしょ。0.2%、まあ、さっきのは確定だったから 0.2% ではなかったけれども、これを引くかっていうね、ところもありますが、即座にジム投入したいけど、とりあえず、これは最終日は9月19かな?そこまで待って、なんとか引けないか、頑張っていこうかと思います。というわけで、ちょっとスマートウォークの方のね、オフィシャルの YouTube の動画、こちら側、お借りして、ああだこうだ述べていきたいと思うんですが、ちょっと興味深いのがやっぱりこの青い物体を差し出してくるっていうね、これは一瞬皆さんアイスかと思うかもしれませんが、これはスライムをすりつぶして固めたものというね、セラフィーは脳みそがホイミスライム級ですので、なかなか人間のことはよく分かってないということで、なんとか同じようなものをね振ろうと思ったら、多分スライムをすりつぶして固めたものをね、はいどうぞと差し出してきたのでしょう。そしてもう一つ、はいどうぞと差し出した際に、自分がキャラクターがねどこか吹っ飛んでる場合は、全力でこちら側アイスかと思われるものにね
向かってやってくるっていうね、帰ってくるということなので、直近の吹き飛ばし系それに有効ということなので、ちょっとこの武装はね、そのあたりも含めて欲しかったなという気がしてます。なんとか9月19日まで聞ければと思ってます。ではせっかくなので、ドラクエ10でこのセラフィーというのがどういう感じで出てるか、ムービーだけ一つ2023年のバレンタインデーイベントの内容をお見せしておきたいと思います。わーい、またみんなと会えてすっごく嬉しい。もう待ちきれないから早速のベホイミ。ってあれれ、失敗しちゃった。まだベホイミに慣れてないからかな。いつものやつでもう一回いくよ。とびっきりのホイミ。というわけで、ドラクエ10ではベホイミすら使えないのに、なぜかドラクエウォークではベホマラーを使えるというこのような内容になってますが、本当に使えるのか。ぜひとも自分で入手して試したかったものの、今回は残念。だけれども回復ケアも必ず自分は必要となるので、始めて3ヶ月とちょっと初の回復系のメインできた福引きガチャなので、なんとか狙って最後までやっていきたいと思います。今後もドラクエウォークの動画上げていく予定ですので、興味ありましたらチャンネル登録して今後の動画もご覧いただけたら幸いです。ではでは。